こんにちは、ざわざわジャポンです。ドラマ鈴木先生は2011年4月から6月までテレビ東京系列で放送されていました。原作は漫画で、漫画アクションで2005年から2011年まで不定期で連載されていました。2007年には文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞しました。キャッチコピーは誰も正解を教えてくれない、それが学校だでした。主演の鈴木先生を長谷川博己さんが演じ、その他教師役には田畑智子さんや山口智光さんなども出演していました。鈴木先生の舞台は中学校で、生徒役には現在活躍している豪華な役者さんたちが出演していました。そこで今回は鈴木先生の生徒役を演じた出演者の現在について見ていきたいと思います。泉忠、北村匠海。厳しい両親の下で育った真面目な優等生だが、優等生特有の思考から1学期には給食テロ、義理味噌事件を起こす小川五人衆の一人。北村匠海さんは現在俳優として活動しており、最近では主演を務めることも多く、特に東京リベンジャーズでは主演の花垣武道役を演じ話題になりました。また俳優以外にもバンドディッシュのリーダーも務め、2021年には紅白歌合戦にも出場しました。入江咲希、松本花。気質の荒い性格、親友だった中村を小川に取られ嫉妬するが、鈴木裁判を終えて和解、生徒会長に立候補した中村を応援責任者としてサポートする。松本花さんは子役時代から女優として活動していましたが、現在は女優ではなく映画監督として活動しています。小川ソミ、土屋太鳳。鈴木先生の理想の教室に必要なスペシャルファクター、凛としたオーラと芯の強さで周囲の生徒や時には教師にも男女問わず影響を与える。土屋太鳳さんは現在も女優として活動しています。鈴木先生は連続ドラマ初レギュラー出演となり注目を浴びました。また最近では女優以外にもグルナイのコチになりますのレギュラー出演やレコード大賞の司会など多方面で活躍しています。カバヤマアキラ、三浦透子。あだ名はカバ。バレー部、食いしん坊な元気な子。給食の酢豚が大好き。三浦透子さんは2002年6歳の時に3000人のオーディションを勝ち抜き、2代目なっちゃんとしてサントリーなっちゃんの CM に出演し話題になりました。鈴木先生では原作の持つ雰囲気を再現し高評価を受けました。現在は女優のほか歌手としても活動しており、第70回 NHK 紅白歌合戦ではラッドウィンプスのゲストボーカルとして出演し、天気の子紅白スペシャルを披露しました。川壁彩香、小野花凛。あだ名はカーベー。バレー部、姉の影響もあり男性経験豊富な恋多き中学生に。小野花凛さんは2006年にドラマ嫌われマツコの一生で女優デビューしました。現在も女優として活動しており、2021年には NHK の朝ドラカムカムエブリバディにも出演しました。武智公彦、藤原薫。小心者でプライドが高い学級委員、自尊心が高く、それゆえに1学期にはコンパス事件を起こし中村かなに怪我をさせてしまう。小川五人衆の一人だが、コンパス事件後の不登校中に見舞いに来てくれた川辺と交際するように。藤原薫さんは8歳の時にスカウトされ、子役として芸能活動を開始しました。2010年公開の映画告白では重要な人物の一人である少年 B を演じました。鈴木先生以外にも多数の作品に出演し、黒の女教師、かすかな彼女などで生徒役を演じることもありました。2021年に事務所を退社しましたが、俳優活動は継続しています。徳永雫、吉永あゆり。あだ名は徳。女子バレー部の一人で堀之内やカバと共に無理やり立候補を勧められる 2-B の平をかばおうとする。吉永あゆりさんは12歳の時映画告白で女優デビューしました。鈴木先生はドラマ初出演になりましたが、2019年ウルトラマン大河の旭川ピリカ役で注目を浴びました。最近ではアベマ TV の恋愛ドラマな恋がしたいに2シーズン連続で出演していました。中村かな、三木ほのか。あだ名は中。ブラスバンド部。鈴木先生の教育と小川の影響から大きく成長した明るい正義感の強い生徒で、生徒会長に立候補する。三木ほのかさんは
2013年にテレビ雑誌の今年ブレイク確実な女優予想で1位になり、2013年に放送されたドラマいたずらなキスラブイン東京で初主演を務めました。現在は改名し矢作ほのかとして女優活動をしています。堀之内七海、松岡真由、あだ名は堀、女子バレー部の一人で保健委員も務める。コンパス事件では竹地が乱れた後率先して教室の掃除をした。松岡真由さんは2008年にオハガールとしておはスタに出演しデビューしました。オハスタ卒業後は女優としての活動に専念し、2013年に NHK 朝ドラアマちゃんに出演しブレイクしました。現在も女優として活動しています。また大のモーニング娘。ファンとしても知られています。三崎祐希、西井由紀と性に関して口うるさい祖母に育てられた反発心から、女性経験豊富で大人びた行動を取るように、生徒会長に立候補した泉を応援責任者としてサポート。西井由紀人さんは若手男性俳優集団 D2 およびリーボーイズのメンバーとして活動しており、鈴木先生の他にもプロの女教師、35歳の高校生などの話題作にも出演していましたが、2021年9月30日に所属事務所を退社し、リーボーイズの卒業を発表しました。山口克美、清水直也、真面目な性格、野呂屋義井、長谷部と仲良し。清水直也さんは現在も俳優として活動しており、星屑リベンジャーズなどの話題作にも出演しました。弟は同じく俳優の清水ひろやさんです。以上が2年 A 組の主要な生徒になります。また鈴木先生には2年 A 組の他に2年 B 組にも生徒が登場しました。神田麻里、工藤綾乃、2の B の生徒、女子バレー部に所属、2の A へのひがみも入り混じり鈴木先生を敵視し、鈴木裁判では裏で糸を引いていた。工藤綾乃さんは13歳の時に第12回全日本国民的美少女コンテストで9万4810通の中から史上初めてグランプリ及びモデル部門賞をダブル受賞し芸能界入りしました。大学進学を機に出身地の宮崎から上京し芸能活動を本格化しました。平実、刈谷由衣子、通称ヒラ、鈴木先生ファンの2の B の生徒、女子バレー部の一人で実直な性格から同級生からの人望も厚い。1年の時に担任だった鈴木先生を慕っている。刈谷由衣子さんは2010年に女優デビューを果たし、2013年に特集ドラマ、ラジオでテレビドラマ初主演を果たしました。こちらの作品は数々の賞を受賞し国内外で高い評価を得ました。2014年にオフィシャルブログで活動休止を発表しました。いかがでしたか？鈴木先生はドラマ作品が高い評価を受け、2013年には劇場版が公開されました。劇場版はドラマ終了後の2学期が舞台でした。キャストはドラマ版と同じでしたが、ゲストには卒業生役として風間俊介さん、浜野健太さん、久保田正孝さんなどが出演していました。鈴木先生が気になった方はぜひご覧くださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。